人の卵胞卵胞、または、露胞は卵巣にある、卵子を含んだおおよそ9畳の細胞の集合であり、排卵によりそこから卵子が放出される。これは、繊維、血管の外皮、有核細胞の内皮、および卵子の浮遊する透明なアルブミン溶液からなる。卵胞は、発育段階により、原子卵胞、一時、卵胞、二時、卵胞、三時卵胞及び、 グラーフ卵法に分けられる。排卵後の卵胞は応対へと変化する。配偶子すなわち精子と卵子は原子生殖細胞が原数分裂することによって形成される。卵形成のための原数分裂は胎児期の卵巣で始まる。卵子は第一原数分裂前期で一旦停止し、一層の卵胞上皮細胞とともに原子卵胞を形成する。 出生後の卵胞の発育は、各種の成長因子、卵胞刺激ホルモン、および腰体形成ホルモンによって調節される。FSH はまた、LH と共働きして、卵胞上皮細胞からエストロゲン分泌させる。第一成熟減数分裂前期で停止した一時、卵母細胞は排卵のトリガーとなる、LH サージにより減数分裂を再開する。 極体と呼ばれる細胞と二次卵母細胞に分裂した後、再び第二減数分裂中期で停止する。LH サージにより排卵された二次卵母細胞は、卵管で精子と受精することにより減数分裂を完了させ、極体を再び放出した後、受精が完了する。極体は卵子として機能せず対抗する。よって、グラーフ卵法と呼ばれる成熟した卵胞の中に、 実際にあるのは一時乱暴細胞である。ありがとうございます。